はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらとこちらですね。妖怪ウォッチの妖怪メダル U ステージ3真珠発見、ジャポンの国からこんにちはと、妖怪ゲラパプラスザ歌の大辞典サードシングルコマさんラプソディです。はい、ということで2016年2月20日本日発売の妖怪メダル U のステージ3が出てましたので、はい、ボックス買いしてきました。はい、それとそれを収めるためのファイルですね。じゃあ早速こちら開けていきましょう。はい、よいしょ。はい、パッケージはこのような感じになってますね。はい、一番真ん中に桃太郎にゃんがいますね。はい、で、この真ん中の上が偉人レジェンドのコロンブスだっけ。はい、新しいのが出てますね。うん、コロンブスの進化だね。あ、そっか。で、今回は全20種類でホロメダル7種類で、内歌メダルが3種類、ノーマルメダルが13種類ということですね。はい、じゃあガンガン上げていきましょう。はい、はい、それでは記念すべき1パック目から開けていきましょう。はい、はい、今回も歌メダル3種類と偉人レジェンド、うん、は出したいね。うん、はい、ではいきますよ。記念すべき1パック目、パパからいきます。はい、1パック目、あ、ノーマル、うん、ポンコツいい名前だな。うん、お、歌メダル、歌メダル、ピントコーン、はい、やったー、いきなり出た。うん、2パック目、はい、お、キリスギリス、キリスギリス、はい、もう一個はお、ホロだ、桃太郎にゃん、桃太郎にゃん、よし出た。3パック目、なんでなん、はい、なんでなんて、なんでなん、うん、と、散らかし嫌いだね。うん、はい、あ、片付け嫌いの反対だ。あ、そうだね。うん、4パック目、はい、たらい回し、たらい回しと、はい、と、おー、来たー、コロンブス、やったやった、いや、来た瞬間に分かったね。うんうん、おー、コロンブス、5パック目、はい、たらい回し、かぶったと、お、歌メダル、いろいろ作ろうバー Z、 うん、すげえ名前、いろいろ作ろうバー Z 出ました。6パック目、はい、お蔵入り、お蔵入り、はい、と、と、キリスギリス、あー、かぶったね。はい、7パック目、はい、なんでなん、またなんでなん、と、太鼓持ち、はい、また面白い名前がいっぱい出てくるな。8パック目、お蔵入り、お蔵入り、またか、結構今回かぶるな、と、ポンコツ、ポンコツかぶるね。9パック目、大歌メダルの、あ、チンソウルプラザーズ、やったー、歌メダル、歌メダルコンプ、やった、やった、歌コンプと、あと欲しかった偉人レジェンドも全部出た。はい、オッケーオッケー、と、散らかし嫌い、はい、10パック目、神隠し、神隠し、あ、私の出た、と、と、拡散、オッケー。11パック目いきます。11パック目、口滑らし、うん、と、散らかし家来、今回最後の12パック目、はい、お願いします。せめてフォロー出してほしい、フォロー来い、自己嫌悪、おー、新しいの、と、お、フォロー来た、ほら、やった、生々ハゲ、生々ハゲ、オッケー。はい、では今回出たメダルを見ていきましょう。はい、まずはこちらが散らかし家来、はい、そしてこちらが自己嫌悪ですね。はい、はい、そして拡散と神隠し、はい、そしてキリスギリスと口滑らし、はい、そして太鼓持ちとなんでなん、はい、これは両方とも食べ物系だね。はい、そしてお蔵入りとポンコツとたらい回しだね。うん、でこれがホロメダルで、はい、桃太郎にゃんと、はい、生々ハゲだね。うん、前に比べてホロ良くなったかな。そうだね。うん、今回からなんかホロメダルが変わったみたいですからね。そうだね。で、歌メダルのピントコーンといろいろ作ろうバー Z、はい、はい、そしてこちらが偉人レジェンドのコロンブス、はい、超キラキラだねこれね、うん、すごいね。でこれがすごい、うん、はぐれのアッチソルブラザーズ。そうだね、はぐれだった。このようなメダルになってました。うん、メラメライオンの炎がすげえ上に上がっちゃって、そうアツガルルの顔が見えなくなっちゃってるとすごいよねこれね。うん、それはフサフサに取り付かれているからね、ここ。あ、そうなのか。うん、へえ。はい、それとこの、歌の大辞典も開けちゃいましょう。はい、ここにね、コマさんの歌メダル入ってるからね。はい、よいしょ。はい、いつもの通りフィルムとあとシールが入ってますね。はい、はい、こちらがコマさんの歌メダルですね。はい、すごい可愛いね。うん、バカンス中ですね。はい、なんか何やらビーチでくつろいでるけどね。可愛いね。うん、ウクレレも持ってる。あ、そっかそっかそっか。うん、はい、それではですね、妖怪ウォッチ U で確認していきましょう。はい、バージョン4になってますので、はい、それも踏まえてね。うん、オッケー。はい、はい、では行きましょう。はい、まずはポンコツ、ポンコツ、はい、妖怪メダルセット、
豪傑。豪傑そや、豪傑豪傑そや。うんこちゅ。うんこちゅ。おくらい。よかみでるセットオン。豪傑。なんでなん？セット。不思議不思議不思議族。なんでなん？あ、こんな感じだったんだ。うん。なんでなん？たらい回し不気味族。たらい回したらい回し太鼓持ち。これ普通メリちゃんだと思うよ。かわいい系じゃ続くね。うん、縁すべらしい。不思議。縁すべらしい。チリスギュレンス。おニョロロン、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 ニョロロン。あ、声こもってんだ。キルスギルス。ちょっと軽いね。神隠し。こんな声だね。拡散豪傑だね。自己嫌悪。これはうすらかげ。うわ、これ重い。自己嫌悪。散らかし嫌い、これは薄らかで。茶菓子嫌いやって。じゃあこっからホロだね、はい、生々ハゲこらいさまし、はい、一緒だ。生ハゲが生々ハゲになった、うん、桃太郎にゃんですね。声一緒やん。ピンとこー。歌メダルいきます。
あーいいね、うん、いろいろ作ろうバー Z、 はい、いろいろクローバー Z か、ごめん、はい、じゃあ次コマさん行きましょうか、はい、コマさんラプソディ、はい、かわいいね、コマさん、うん、アッチーソウルブラザーズ、はい、はぐれです、歌メロディ最後、うん、豪華だね、うん、最後は偉人レジェンドのコロンブス、はい、行きましょう、はい、偉人って言ったね、うん、偉人、偉人、いやいい人、ということで歌の大辞典に収めてみました、はい、あと足りないのはなんと3枚でしたね、うん、ホロメダルの魔天王とオレリュウ、オレリュウと静電気、はいはい、この3枚だけでした、はい、歌メダルのところは、これはねまだ出てないのがね、うん、3枚あるみたいだけど、うん、こっちはね妖怪パッド S みたいなから、うん、これ楽しみだね、うん、はい、はい、ということで今回は妖怪ウォッチの妖怪メダル U ステージ3の新章発見、ジャポンの国からこんにちはと妖怪ゲラポプラスザ歌の大辞典サードシングルコマさんラプソディでした。長長い長い、はい、ということでまたね今回もすごい長い動画になっちゃったと思いますけど、はい、すいませんでした、はい、最後はちょっとチャットいきましょうか、はい、はい、ということで今日の動画がですねもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、そして、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録にチャンネル毎チャンネル全然いくようになりますのでぜひチャンネル登録もなるほどそしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。なるほど。それと、マイチャンネル、Twitter、Facebook ページの名前もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。